アルナッソス、またはアポロとミューズ、A、アポロザミューゼスは1631年から1633年にニコラプスさんによって描かれた絵画である。現在、マドリードのプラド美術館に所蔵されている。1746年にサンイルデフォンソのラグランハ、宮殿の目録で最初に研究された。作品の制作は、 バチカン宮殿の署名の間にあるラファエロのフレスコがパルナッソスに触発されている。実際、バランスの取れた構図と入話な色彩はラファエロへの賛辞と考えられる。パルナッソスさんは文芸と文学の神アポロンの住みであり、アポロンの周りには文学、演劇、科学などを司る9人のミューズがいたとされる。プッサンは そのパルナスス山に区民の詩人が訪れるところをイメージして本作を描いている。前景にあるカスタリアの泉は、その水を飲んだ者に霊感を与えるものである。中央右寄りにいるアポロンは、この集いで詩人の一人に、英知の象徴である月景樹の冠を与えている。AB プラド美術館ガイドブック2009年刊行、387校。 参照 ISBN978 から84848018942021年4月25日閲覧。ありがとうございます。